はい、カメラの教室主催講師フォトグラファーの三崎優と今日のモデルの秋元瑠衣です。はい、よろしくお願いしま す。ということで本日はマリースタジオというスタジオにね来ております。来てます。はい、ということで本日のコンセプトはここのエリア全て使って可愛く&かっこよく撮ってみる。そう、モデルさんを可愛くとかっこよくこの2パターンで撮ってみるっていうのもありますけど、まずスタジオに来た時にどういった感じで撮ればいいのか、その内径をどういう風に使えばいいのかなっていうのをポイントもね撮影していきたいと思います。本日使う機材は、キャノンの EOS R6 と SIGMA の 2470F2.8 アートレンズを使っていきたいと思います。今日なんか目標とかあります？今日の目標、私今日ここのスタジオに来たのがすごい久しぶりなので、すごい楽しみにしてるので目標ではないんですけど、今日めちゃくちゃテンション高いです。よろしくお願いします。可愛く撮るにはもううってつけのテンションですね。はい、よろしくです。はい、ということで行ってみましょう。はい、行ってみましょう。どうぞ。ということで早速撮っていくんですけど、こういう時にまず可愛く撮りたい、まず自然光の目で撮りたいっていうところなんですけど、ここで一旦僕がよくやっているのが寄って撮る。なぜかというと表情がすごい見えやすいのでそこに重点を置きたい。もう一つは距離感ですね。よく恋人目線とか彼女目線とかになると距離が近づいた方がドキッとするんですよね。そこを訴える感じの写真にしたい場合はちゃんと寄って撮ること。そういう時の焦点距離って何がいいんだろうっていうと、人間の目線に一番近い50ミリ周辺を使うことがドキッと見れる秘訣でございます。はい、ということで次のパターンを撮っていくんですけど、ここでかっこよくと可愛く2パターン同じエリアでね見せてみようかなっていうのがありまして、じゃあどうやって見せればいいのかなっていうポイントなんですけど、背景の明るさとモデルさんにどれだけ光が当たっているのかっていうのがポイントです。それによっても機材のアクセサリーを使い分けていきます。可愛く撮りたい、全体的に光を回したいなっていう時はこのアンブレラを使うと、もう一つ天井から光を回すストロボを1灯使う、そのパターンで、もう一つがスヌートとソフトボックス、要はモデルさんだけを照らすようなアクセサリーを使って、それによって背景の明るさ、モデルさんに当たる光を調節していきたいと思います。ということで見事に衣装チェンジしていただきました。はい、着替えてまいりました。はい、今日はこれをコンセプトのイメージは、これはトゥーアリスっていうなんかロリータ系 の、うん、メーカーのお洋服なんですけど、うん、こういうパンチとパンダでカロリータっぽい可愛い感じにしてきました。かっこいい系とね逆にしてこようと思って、うん、で今回またエリアを変えるんですよ ね。そうですよね。はい、そうなんです、変えるんです。このエリアにこの衣装に対してのどういう背景が似合うのかっていうところで今回選ぶのが、こうちょっと青い、せっかく青い衣装なんでね、この青の花とかがね彩られた場所とかもそうですし、せっかくだから青とピンクって相性がいいなって思って、こちらにありますちょっとピンクのエリアを使って撮影をしてみたいと思います。それに応じたライティングとかも組んでいきます。終わりましたね。はい、終わりました。はい、はい、ということで全ての撮影終了いたしました。お疲れ様でした。どうでした今日は。はい、今日すごい面白かったです。2パターンね、衣装も変えてライティングも変えて撮っていただいたんですけど、うん、昨年みたいなのが分かるようにね、うん、全然違いますよね。もうそうです、ね、そうですね。なんか結構こういうパターン多い感じなんですか、撮影的には。私結構こういう可愛い系も好きで、うん、かっこいい系も好きなんで、やっぱりそのどういう風にかっこいい系も可愛い系も撮ればいいのかなっていう方もいっぱいいらっしゃると思うので、うん、参考になったらいいなって思いながら撮影してました。あー、よかった。はい、ということで本日のポイントなんですけど、要は背景に合わせて衣装に合わせてどういう風に撮りたいか、それをイメージすることも大事だし、自分の中でちゃんとねイメージを持つことがすごい大事でございます。暗く撮りたいのか引いて撮りたいのか、明るく撮りたいのか、背景をちょっとねかっこよく暗く撮りたいのか、いろんなパターンがあると思うんですけど、それに応じたイメージをつけながら光とか絵の作り方を決めていくと、なんかねイメージが膨らんで、結構自分の思った通りみたいな写真が撮れるようになりますので、よかったら試してみてください。はい。
はい、はい、ということで本日はここまでとなります。るいちゃんの詳細は、概要欄からチェックをほぼお願いいたします、はい、お願いします。あとね、カメラの教室のねチャンネル登録とね、コメント、いいね、評価よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、お待ちしてます。ということで、はい、はい、ということで本日はここまでになります。ありがとうございました。ありがとうございました。